エティオ。その時は来た。叔父上と父が遥か昔に始めた仕事を仕上げる時だ。ああ、今なら俺たちにも予言の意味がわかるかもしれんな。そしてボルジアが企んでいる何かを食い止めることも。まずは宝物庫を見つけなければ、写本が導いてくれるだろう。さて。これは世界の地図か。だが存在しない大地が描かれている。いや、存在するのでしょう。この大陸に住む我々が知らなかったというだけのことに違いない。まさかそんな。宝物庫に行けば分かることです。それがどこか分かって。そんな、クソ、なんてことだ。よりにもよって宝物庫はローマにあるというのか。それであの男は教皇になった理由はこれか。読めたぞ。今や奴は宝物庫だけじゃない。杖も手に入れたんだ。杖って?宝物庫に入るための鍵は二つある。つまりそれが二つのエデンの果実だ。一つはリンゴ。そしてもう一つは杖。教皇の携える杖がもう一つの秘宝だったのだ。何年、いや、何十年も俺たちは答えを探してきた。そしてついに答えを見つけたのね。奴だって同じかも。もしそうで。奴が宝物庫へ入ったら、リンゴどころの騒ぎじゃ済まなくなるだろうな。ローマへ行き宝物庫を見つけなければ。みんなはどうする?できることをするさ。せいぜい街で騒ぎを起こして、お前が自由に動き回れるようにしてやるよ。準備ができたらいつでも行ってくれ、エッツィオ。贈り物に感謝します、アルタイル。これが我が守りとならんこと。
流れ者のあいつ。奇抜な服だな。あそこだ。どこへ行くつもりだ。アサシンだ、アサシンだ。やれぞ、引き離されてるぞ。ははは、観念しろ。逃げられても急げ、追うんだ。門を閉じろ、誰もいれ。今度こそ捕まえろ。
た。それぞあそこだぞ。貴族の用心棒か。逃げるぞ。関わるのは待てよ。うんざりだ。頼む。俺は殺さないでくれ。たまたま居合わせただけなんだよ。逃げよう。今すぐに。置いておいてくれ。俺は無関係なんだ。頼む。殺さないでくれ。俺はたまたま居合わせただけなんだよ。行け。行け。こんなところ。うんざりだ。俺はたまたま居合わせただけなんだよ。我々は信じる。ただ一人の神なる全能の父、天と地、見ゆると見えざる万物を作りし主を。また我々は信じる。ただ一人の主イエス・キリスト、神の一人子、よろずの世の前で父より生まれいでた神の神、光の光、まことの神のまことの神。そんな気持ちが俺にもまだ。俺も人だ。道のりは長く、失ったものも多い。眠れ安らかに地獄の底で。そうはいかんぞ。させん。貴様に聞かん。そうか、リンゴを持ってきてくれたか。さあよこせ。ふざけるな、ボルジア。大した投資だ、父親譲りだな。なら喜ぶがいい。時期に合わせてやる。こちらに渡すのだ。いいだろう。おお、これは面白いことができるのだな。だがこれが一体何だというのだ。お上際の悪い。侮っていたな。
観念するがいい、アサシン。やるではないか。だが無駄だ。いつまで戦い続けられるかな。クソ、これ式のことで終わりだ。ボルジア、もう抵抗するな。苦しむことなく行かせてやると約束しよう。笑わせるな。もし逆の立場だったらお前は諦めるのか。形勢逆転だな。手に入れたぞ。あとはお前の始末だな。この場所は一体。開けんか。開けろ。観念しろ、ボルジア。つまらん小細工も、頼りの古の秘宝も、武器すらもない。今のお前は一人の老人に過ぎない。よかろう。望みを叶えてやる。宝物庫をどうするつもりなんだ、ボルジア。中に何があるか知らんのか。アサシンといえど宝物庫の秘密ばかりは探り出せなかったというわけだな。何があるというのだ。神だ。あの中には神がいるのだ。バチカンの下に神が眠っているなど信じると思うか。雲の上にいると信じるよりは理性的だと思わないのか。歌い定めく天使や楽園などは絵空事だ。真実は地下にある。なんとも皮肉が効いているではないか。それが本当だとして、解放された後神は何をするんだ。さてな、私が欲しいものはただ一つ、力だけだ。そううまくいくかな。たとえ神々であろうと、杖とリンゴを前にして逆らうことはできん。どちらもそのために作られたんだ。全知全能の存在、それが神だ。二つの秘宝くらいでどうにかできるものか。なんと無知な若造だ。創造主とは聖書の通りの存在だと思っているな。所詮は人間が書いた本ではないか。
強硬なくせに自分が寄って立つ書物をないがしろにするのか。幼稚なことを言う。私が強硬になったのは杖を得んがためだ。他に何がある。あのたわけた本を私が崇めているとでも思ったのか。迷信と嘘の集大成、過去1万年の間に書かれた経典はどれも似たり寄ったりだ。させんぞ。これは天命だ。私が預言者なのだ。お前ではなかったのだ。では終わりにするがいい。いや、お前を殺しても家族が帰るわけではない。無意味だ。真実はなく、許されぬ行為もまたない。眠れ安らかに。そなたがかの預言者か。よくぞここまで参った。さあ見せてみよ、その手のものを。話をせねば。あなたは我の中、死した時の名はミネルヴァ。その前はメルバにしてメラ。数えきれねえ。我だけではない。ジュノーはまたユニでもあった。ジュピターはまたティニアと呼ばれていた。あなたは神か。いや、神ではない。我らはそう、古き者。我らがこの世界を確保していた時、人は我らを理解しかねていた。我らは遥かに進んでいた。故に理解できなかったのだ。いや、過去、現在、未来、永遠に理解はできぬのかもしれぬ。だがそれでもあえて警告しよう。聞くがよい。何の話かさっぱりわかりません。そなたに話しているわけではない。どういうことです。他に誰がいると。黙れ。話している相手はそなたではなく、そなたの先にいる。そなたは預言者、それに過ぎない。わらわは今時を超えて話しておるのだ。そなたは黙っておる。聞くのだ。聞く。かつて我らが肉体を持ち繁栄を謳歌していた時代、人は我らを裏切ったのだ。恩義を忘れ、自らの作り主たる我らを。我らは強い。だが数は人が上だ。戦いは熾烈を極めた。地上の騒乱に気を取られていた我らは天に注意することを怠った。致命的な過ちだ。世界は焼き尽くされ、地上の全てが灰と化した。人は滅亡の瀬戸際にあった。だが我らは人を我らの姿に近づけることにした。救うために我らは賭けに勝った。
だが数はわずかだった。人も我らも多くが傷つき倒れ殺された。だがやがて大地に命が戻り始めた。我らは悲劇を繰り返さぬよう持てる力を注いだ。だが時間は残酷だ。我らは滅びゆこうとしている。我らの自責は今や神話となり果て、真実を知る者はごくわずかだ。せめて我が言葉が我らの失いし者を伝えるよすがとなればよいのだが、だがこれは希望の言葉でもあるのだ。他の神殿を見つけるがよい。戦いに背を向けた者たちが築いた神殿を我らを豪華から守らんと彼らは死力を尽くした。他の神殿を見つけ守り抜くことがもしできれば世界も守られるだろう。急げ、時間は少ない。龍樹をまといし者たち、彼らがそなたの前に立ちふさがるだろう。これだけだ。我が言葉伝えたぞ。我らにできることはもはやない。我らは去る。一人残らず。あとはそなたに託そう、デズモンド。は？デズモンド？何の話です？お待ちを。ちょっと伺いたいことが。なんだこの。あと10分もすれば来るぞ。機材をまとめないと。手遅れになる前にね、デズモンド。ああ、じゃあショーン、あなたとレベッカはここにあるものを全てまとめてトラックに積んで、あなたと私で食い止めるわよ。奴らが敵に発見されるのは時間の問題だな。むしろ十分遅すぎたくらいだ。行くわよ。どうする気だ？ここから逃げ出して、その後は別の隠れ家があるわ。そこ、奴らが来たわよ。トラックはこの先よ。マイルズ君、これは思いがけず嬉しい成り行きになったものだな。また人材を浪費するかと思ったが、手間が省けて助かったよ。何が望みなんだ？君たちが戻ることさ。君たちがいるんだ。一緒になすべき仕事はまだまだあるんだぞ。お断りしますわ、博士。君はあらゆる意味で私を失望させ続けるのだな、ルーシー君。私は君の恩人だぞ。覚えているだろう。なのに、その例がこれか？私を拾ってくれたのは実験を続けるためなのでしょう。人間を使ったね。違います。不毛な議論の繰り返しだな。それを言うなら、君はいつどんな時だって私の忠実な助手だったではないか。私の手が血で真っ赤なら君の手も真っ赤なはずだぞ。博士を止めないと。分かってる。
さかルーシー君が戦い方を心得ていると。さてと先生、あとは俺たちだけのようだが。せいぜい勝ち誇れマイルズ君、どうせ今だけだ。デズモンド、さあ行くわよ。何をしてる、ほらルーシーに手を貸せ。おいデズモンド、急ぐんだ。この借りはいつか返せる。必ず償いをさせてやるわよ、博士には。さあどうする、当ては。下にアジトがあるの、あそこなら大丈夫なはずよ。何が起きつつあるのか実験結果を分析しないと。その後は。行くわよ、準備はできてる。どうせ先はまだ長いわ。途中アニムスを使うんじゃないかと思ったのよ。それはいいが、まず質問だ。その宝物庫のあれは何なんだ。あれこそ私が恐れていたことの証明よ。危険なのはテンプル騎士団じゃない、本当の脅威は。それは太陽か。どうなんだ地球は。どうかしら、わからない。確かに地球の磁場が弱まっているという説は前からあったけど、超巨大フレアが発生すれば磁極の逆転も起こり得ないわけじゃないわ。理論的にはね。もしそうなったら地球は不安定な状態になってしまうわ。とても不安定に。こいつはエセ科学の領域だが、戦士文明の連中が破滅的な事態に直面したに違いない。それにあの女性はミネルヴァだって。近々同じことが起こると思っているようだが。どっちにしてもお手上げだ。まだよ、データの解析を続けるわ。あなたも記憶の掘り起こしを続けて、何か発見があるかもしれない。分かった、じゃあ始めるか。